の名です。今回スペシャリストバッテリー使っていきたいと思います。で、前田君クラスで SDM 初プレイでやっていきたいと思います。で、ストライフ装備チャージのクラスでニュークターンのチームデスマッチをプレイしてみたいと思います。あ、これグリップつけるの忘れたな。グリップ解除されたんだけどね。チームデスマッチ、はい、ガブルドアイ。これ SDM もすでに使ってたんだけど、これ使って初実況なんでね、ちょっとやってきたけど、あと契約がもう実装されてるんだけど、あのハードのチャレンジでね、あのスナイパーライフルで25キルで、あの XP と 1000XP とあのビチクインケースが1個獲得できるんですよ。それ結構美味しいっていうことでね、やっていきたいと思います。これあの同じセミオートの新武器のあのベンデッタ、あれ3発キルなんで、あれよりはこっちの方がいいですね。あれちょっと難しいんでね、3発キルだから。あ、こっちの絵はこれがいいわ。うん、はい、あ、レスポーン逆になってるな。あ、これいいな、全然これがいいよ。これ SDM の方が2発キルっていいね。4発キルは あのベンデッタは3発キルだからね。あれちょっと難しいんですよ。あれちょっとかっこいいとこ、主導権を失った。上行ってみようかな。あ、後ろだな。あれ今いたんだけど、ここにいるんじゃない。あ、いるわいるわ。適当に投げて、お、来るわこれ。はい、よしよし。これ、すごいな、これ。今までなんで使わなかったんだ、俺。うん、これ、すごいよ、これ。ウォーマシン。あの、スペシャリストウェポンでマルチキルっちゅうのもあるんですよ。ちょっと行ってみるか、これ。こちらが優位に立っているぞ。あ、いいよ、これ。マルチキルだ、これ。あ、これいいよ、これ。RCXD が溜まって。あ、ストライフですか。ほら、よし、ドカンで。リスポン直後がいいから、RCXD。よしよし、カウントエブよけた。ちょっとケアパッケージいきますかね。これケアパッケージゴー。出だし悪くない。12キロ3、キルレ4、いいんじゃないですか。これ悪くはない。試合には、まあ、接戦だ。もうデイリーピアスキップさっきで獲得したからね。 R6 でいいんじゃない。カウントエブで、で R6D ラジコン発動。上空に敵のケアパッケージ。これどこだ、どこにいるか。あれか、ここだ。こちらが優位に立っている。いっぱいいるこれ。敵の RCXD を発見。あ、強いこれ。逃げよう。これ逃げるのも上手くないとダメですよ。これ接戦で面白い好試合です。ここ強いんだけどね、ちょっと隙間が。あ、でも敵の UAV が旋回してる。これ感度が高いな、これちょっと。敵の UAV 空域に複数侵入。感度高くないか。そうでもないか。あらら、勝てないの試合には。
よしよしよし。敵のケアパッケージ接近。20キロは行くか。ここだな。慎重に。これ強いよ、これ。2発切るっていうのがいいよ、これ。あ、これどこ、これ。これはここか。これ投げようね、これ。投げ物バンバン投げる。いるな、これ。勝者にのみ与えられる。もっと努力しろ。アゴムシ抜けるな、また。丸つける、ちょっとスペシャリストウェポンで。丸つける、ちょっと入れてるんですよ、これ。敵の CUAV を感知。敵の UAV が旋回してる。ダメか。接戦だな。接戦だわ。こちらが主導権を取った。あ、こっちやろうか。なかなかすごい GG じゃない、これ。敵のライトニングストライク接近。逃げよう。あ、ダメだ。負け。18キロ。遅れを取っているぞ。でも、スネーパーライフルで SDM でこれ何キロやってるかだな。12、3キロぐらいじゃないかなと思うんだけど。ミッション失敗。うちらのあれか。生存者は所定の回収ゾーンに。社員か。惜しかったな、でもな。面白かったよ。ニュークタウンいいね。やりやすい。SDM 強いな。久しぶり使ったんだけど。まあ、ちょこっと使って、全然使ってなかったからね。武器レベルも2ぐらいまでしか上がってなかったから、あのリアルズームだけしか解除してなかったんで、今回結構少しキルやったからね、12キルぐらい多分やってるんじゃないかなと思うんだけど、分からないですけどね。レベルも上がったな。18キル、これいいね。あ、これ出よう。やりたいけど、あ、12キロでやっぱり。あと13キロでこれですね。1000XP と、これ。備蓄品形式。あ、1回やってるの。1回はやってたんですよ。1回だけしかやってないんだ。これ、昨日のやつなんだけどね。で、備蓄品ケース2個あるんで。これはやらないんでね。サーチをやらないんで。あとね、これハードは難しいやつなんですよ。これ、難しいんだよね、これ。冷酷な裁きっていうの。冷酷勲章1回。以上獲得。死なずに10キロやらないといけないから。これ先に優先やった方がいいですよ。これ、備蓄品ケースが入るから。これは別にあまりやらないでもいいけど。やるのがなかったらこれをやろうかなと思ってんだけど。バッテリー使ったんだけど。ウォーマシン、武器ウォーマシン1086キロに特殊装備クラスターグレネードが1297キロってことね。これ、ほとんども初使用ですよ、これ。SDM2 回もうこれはもう解除してたから、あと拡張マガジンがもうちょいですね。これグリップつければよかったな。あ、そしたらもうちょっとキルできたと思うんだけど。あとストライフもこれ使って、あと1回ヘッドショットでこれ迷彩解除ですね。これ引き続きこれまた使っていくからね。はい、以上にしたいと思います。今回前田彩香のクロスで SDMストライフ装備チャージでスペシャリストね、バッテリーを使用してニュークタウンのチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。